絵は本当小学校低学年ぐらいからずっと描いてますね。まあ、自分でこういうふうにオリジナルで描き出したのは本当中学とかなんですけど、本とか漫画とかそういうのを読むのがすごい好きだったんで、パラパラ漫画がその時すごい好きで、その棒人間を教科書とかノートの隅っこにペラペラペラってめくって描いたりとか、あと本当に2、3ページぐらいの本にして4コマのその漫画を仕立てるみたいな。本当に最初はそんなでしたね。描くきっかけはサマフェスの T シャツのデザイン募集してたじゃないですか、何回か。あれの1回目か2回目に、自分その前にも厨房でちょこちょこ似顔落書きみたいなのとかしてて、それ見てて知ってたんで、やってみればいいじゃんみたいな、あ、分かりましたって言って書いて出して。たのが一番最初ですね。ここでそういう絵で描くっていうのが、そっからなんかその厨房でも貼られてる絵とか、異物混入の絵とかお弁当の絵とか描いてって言われて、あ、わかりましたっつって描いて、自分の趣味がこうやることになるとは思わなかったんで。参加していただいた方から「子供がすごくお弁当も絵も喜んで」とか書いてあって、前になんかお手紙くれて、裏にも絵が書いてあって、それ見るとやっぱ、ああ書いてよかったなとか、ちょっと嬉しい ですね。やっぱそこはボリュームもすごいですね。いやー、多分これ自分出たら喜びますね。そう、今まではなんかちょっとおにぎりとかサンドイッチとかそういうものだったんです。今回はもうハンバーガー、あとタンドリーチキンも初だと思う。だからタンドリーチキンを食べる機会が多分ないと思うんで、珍しいって思いますね。よかったですね、なんかいっぱい立ってくれたんだな。
イラストのことは。まあ、書いてあったりもありましたね。気に入ったようで。率直な感想は。率直な感想は。まあ、嬉しいですね、やっぱり。作った甲斐があったなっていうので。よかったです。あともう、まあ、イラストも気に入ってくれたみたいで。撮っといてありますっていうのに、もう書いてよかったですね。はい。一通りイメージ通りにはできたんで、タドリチキンがうまく使ってるかちょっと不安だったんですけど、まあ、試し焼きで、ちょっと、食べたら味ちょうどよかったんで、そこも、ああ、よかったって思って。今まで出したやつではないものとかも出してみたいなとも思いますし、今まで多分デザートっていうのを子供ランチでつけたことないと思うんで、そういうのもちょっと視野に入れてもいいかなって思いますね。